はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシーク防衛側ですね。キャッシークを襲った分離主義者の狙いは我々の艦隊の離陸阻止だ。発進のための時間を稼ぎ、クルーザーの遺跡に大型牽引輸送車が向かっている。イオンディスラプターを確保し、輸送車の破壊を試みろ。作戦開始。とりあえずは上に行って状況確認しますか。ここはやばそうかな。わからんな。おっと、近くでやられたな。まずいか。いるね。拾えるか。一応上に持ってこう。俺の遠くの方撃っちゃって申し訳ねえが、さすがにきついか。輸送車が第一チェックポイントを通過。厳しそうね。逆サイドに行きますか。あ、嘘。すげえ狙われてるじゃん。どっから撃たれてるか車線を見たいな。あ、でも分隊で湧いてる人たちがいるんだ。そっち側に持ってきてほしいんだけど、こっち側に持ってきてほしいんだけど難しそうか。いや、取りに戻った方がいいな。取りに戻らないとダメだ。違う、こっち側じゃなくてさ、1個くれ。左側行きたいんだよな。まだ遠いでしょ。こっち行こう。いや、ここでうろうろしててもしょうがないんだよな。持ってこうぜ。そう、飛行機にも狙われるよそりゃ。いやー、溜まっちゃダメなんだよな。左側せっかく空いてるんだから持っていかないともったないんだけど。持たないね。通りに戻ってるんだけどさ、そうなるよね。そこめちゃくちゃ狙われてんだよね。前線で残ってる味方を押しに行くか。タンクにバレたな。持ってるからね。大型兵員輸送車に直撃。いいぞ。そいつは傷ついている。大丈夫。牽制しただけ。いいね。ただそこすごい勢いでずっと狙われてんだよな。タンク来てんのか。来てんのか。タンク狙ってあげたいんだけど。あ、ない。すげえ遠くから狙われてんな。こっからは分けないんだよね。そこだよね、問題点は。何者かがドロイドを指揮している。そこなんとかしてあげないとなんだけど、ちょっと遠いんだよな。最初の面から行くのは
無謀なんだけど、結構距離空いちゃったね。おおおお、スナイパーが狙っとる狙っとる。こんなふうにいたりはしないでしょ。今のって遠くから撃たれてるだけでしょ。援護が来た、配置についたぞ。まだタンクいるのか。行って、まだタンクいるじゃん。やばい、タンク以外もおる。いやーきついな。ちょっとこれ一人で来てもしょうがない。こんなバトルになっちゃってるのかな。そう、そっち側行きたいんだよね。そっち側にいっぱい溜めちゃったんだ、ごめんね。ああ、やっぱり湧かなきゃダメだな、これで。ちょっとそこら辺掃除しなきゃダメだ。すごい追われて殺されたよね多分。いるいる、やっぱりいる。大型兵員輸送車が第3チェックポイントに到達、急いで破壊しろ。第3まで来ちゃったか。いるね。ナイス、いいよ、この辺掃除していくよ。いるね。まずいね、致命がきついな。回復しないんだよな、まだ。うん、うまく引けてない、うまく引けてないな。この辺で敵を押しとどめるしかない。何がいる。あ、パルパティンか。ナイス、いいよ。これ結局捕まるとやばいから高速移動しながら、分隊脇があるからな。まずい。全
然撃ててねえな。タンクか。裏回りしたい。ダメか。失敗した。それはいいところに来てくれた。結局撃ててないんだよな。これでかき回すのはいいんだけど。ジャガーノートタープタンクがクルーザーの最後の守りとなる。ドロイドどもはタンクのコントロールセンターの爆破を狙ってくるだろう。できる限り守り通せ。一体壊されるまではしっかり人数を削るって感じにしようかな。いる。いんのか。回復してない状態でタンクと打ち合いたくないんだけどな。オッケー、ナイス。舞台から離れすぎるな。はいよ、はいよ。いるね。うわ、タンク。まずい。スマートインをもらったな。もうタンク2枚きつい。タンク2枚きついな。あそこのタンク2枚がすげえ邪魔なんだけど。もうちょっと回復したしてくれ。警戒されてるね。スマートイオングレネードが火を吹きまくってる。スマートイオンもきついんだよね。やっぱりだいぶ減ったか。西ターボタンクが攻撃されてる。敵が爆弾を設置。オッケー、じゃあ止めに行きますか。はいよ。こぼるぞー。お、おお。やはりキャッシークの RT は強いな。混乱させるか。あいつらにはやられないぞ。来てるぞ。倒してやる。うまくいきそうなアイディアがある。下に来てるね。下に来てるよ。おーい。
は効かぬ。よし、デッドバイする必要ねえな。ここは絶対いける。はい、おい、ヨーダ大丈夫か。ヨーダはい、ただいま。打ち込まれたな。行きましょう。うまくすり抜けられるはずだ。来たよ。打ちまくりだ。荒らしに来てるが、上か。これならうまくいく。レーダーも混乱させるか。俺たちならいける。まだ進まねばなら。貴重なアイディアがある。行ってないか。見てろよ。やつらは崩れてる。おい。ていうかもうこの状態絶対崩せないよね。分体システムの恩恵受けすぎでしょ。システムの恩恵受けすぎですよ。いやー、キャッシークはこれでほぼ突破無理だよね。相当な勢いで荒らせないと。さすがにこのバグった状態でダブル XP ボーナスは来ませんでしたね。はい、ということで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。